はい、どうも、イツキンです。討伐11段階が実装されましたが、皆さんも攻略されたでしょうか。前回の動画でですね、僕が誤ってですね、11段階で獲得できる素材で88装備が作れるというふうに説明をしていたんですが、そちらの方はですね、誤りです。11段階の素材も以前と変わらず深淵竜の爪ということで85の装備が作れるということになっております。ちょっと勘違いしておりました。はい、というわけで今回は Y バーン11段階、まあクリアしている人は結構いるとは思うんですけど、まだちょっとクリアがきついという人向けにこちらの動画を紹介したいと思います。で今回の編成はこんな感じですね。比較的手に入りやすい英雄で固めてみました。でレベルもですね、2人は50のままということで、まあ、これぐらいの育成でも全然クリアできるよというところで紹介をしたいと思います。まずはモンモランシーですね。こちらはクラスチェンジはしております。できればですねクラスチェンジしないとちょっと回復とか追いつかないので、モンモランシーに関してはレベル60にしてタンクも兼ねているのでレベル60にしてクラスチェンジをしておくようにしましょう。そして、まあ、前々から、紹介何とかしているアレクサと、タラノル、槍持った方ですね、こちらお間違いなく、この2人、そしてですね、やっぱり育成がつらい、ワイバーンのために新しく火力を作るのが、大変という人もいると思うので、今回比較的どのコンテンツでも使えるロリーナ、こちらもクラスチェンジ済みですが、このロリーナを使って、攻略をしていきたいと思います。はい、では早速いってみましょう。とりあえずオートじゃなくて手動で、やってみたいと思います。ちょっとねまだオートでできるか試してないので、手動でまずは。あとそれぞれの装備に関しては、動画の最後で紹介をしていきたいと思います。じゃあまず一番強力なこの一番奥のやつですね、こいつから倒していきましょう。でタラノルはですね、まあ、基本的にこのスキル1連打で構いません。スキル使う必要はありません。もうガンガン打っていきましょう。まあ、1ウェーブの方がですね逆にワイバーンよりこうランダムターゲットなので大変かもしれません。むしろね戦ってみた感じ10段階のワイバーンの方が強く感じましたね。じゃあここからはちょっとスキルを温存しながら、ワイバーンに残しておきましょう。さあ防御ダウンが入ってくれればかなり美味しいですね。さあこれで1ウェーブ目は終わりと。まあ、ダメージもそこまで食らわないと思うので、70以上の装備をきちんと全てつけていれば問題ないと思います。で、Y バーンですね、先頭に配置したキャラクターに、3連続、攻撃がきます。なのでですねなるべく HP 15000ぐらい、まで上げておいた方が安全に倒すことができます。じゃあ、根力使って毒を入れていきましょう。この辺は10段階と変わらないですね。さあ防御ダウン入りました。じゃあまあここはもう回復はねこの戦闘のダメージ食らうキャラだけを回復すればいいので、もうひたすらこの戦闘のキャラに、入れていきましょう。じゃあ防御ダウンも入っているのでスキル3で大ダメージ与えていきます。じゃあこれもスキル3打ちましょう。ちょっとクリティカルがねクリティカル率が漏れてないのでクリティカルが出ませんでしたが、あモンモランシーさすがに硬いですね。全然ダメージを受けません。でさらに回復もどんどん入れていけるので、
育った、まあ、ある程度育ったモンモラン氏であれば死ぬことはないんじゃないかなと思います。さあ大丈夫ですね、まあ、ちょっとねこのクリティカル3連打されるとちょっと危なくなるんですけど多分大丈夫だと思います。まあ耐えれるかな、大丈夫ですね。さあじゃあ毒をもう一回入れます。おっと入らなかった。ここで毒が入ればうまいこといけばバリア前に倒せそうなんですけど、だからちょっと一回バリア入られそうですね。さあバリアを張ってきて、まあバリアを張ったっていうことはですね、相手またしばらく動かないので、逆にですね回復のチャンスと考えれば、そこまでねきつくないと思うので、じゃこのまま、バリアを破壊していきます。あ、回復は全然追いつきますね。で今回ですね、まあ、また詳しくは、後で説明するんですが、モンモラン氏、ギルドの交換でもらえる異物、ダメージを抑える異物をつけているので、アマリリスとかあと回復する系の異物をつけていればもっと安定すると思います。今回ちょっと僕持ってなかったので、防御力の上がる異物でやっています。じゃあスキル3でこれ結構削れるんじゃないかな。これはとどめさせるかな。はい、じゃあとどめさしましょう。いいダメージですね。はい、というか感じでですね、レベルそんなに上げなくても、全然クリアすることができます。でちょっとこれでオートも見てみましょう。はい、では続いて、先ほどの同じ編成、変えずにですね、オートでやっていきたいと思います。でタラノルだけですねスキルオフにしましょう。スキル1を連打してくれた方が強いので、オフにします。あ、これオートいけるのかな、ちょっとね試してないので一発撮りなのでちょっと不安なんですけど、ちょっとね事故がもしかしたらあるので怖いんですが、やっぱりオートでできないと強化キャンペーンの時ね辛いと思うんで、なるべくオートで回せるようにはなっておきたいですね。昨日ですね1日ちょっと周回してみて、かなり85の装備とかあとアクセサリー、これドロップするのが大きくて、多分1日冒険に出ずに討伐回っておけば一通り装備揃うんじゃないかなぐらいはドロップしたので、装備がちょっと全然揃ってないっていう人はちょっと無理してでも手動でですね、しばらく周回してみて、いい感じの装備を一通り集めれば、そのうち自動でも回れるようになると思うので、回るなら11段階おすすめです。やっぱりね育成もできるから10段階の方がいいんじゃないかっていう声も聞くんですけど、もう断然11段階かなって思いますね。やっぱり85アクセサリー落とすのが非常に大きいですね。さあ、ワイバン3連打してくるけど、これは大丈夫かな。問題はですね、ちょっと毒が入れにくいところかな。本力使えないので、オートだとちょっと毒が入りきらないかなっていうところなんですが、いい感じにデバフは入ってますね。あ、いい感じ。アレクサもねまだ50で装備も結構適当なんですけど結構ダメージ出してくれますね。攻撃セットとかつければもっといいダメージ出してくれそうなんですが、ちょっとなかったのであまりダメージが。さあここも耐えていく。あ、結構でも安定するのかな。やっぱり防御ダウンも結構入れてくれるんで、さあバリアは、あー、ここでちょっとモンモラン氏落ちちゃうかな。さあ落ちちゃいましたね。これどうなるかな。
防御弾を入れて、毒も入れて、バリア、あ、バリア張られたんだったらいけるかな。ちょっとやっぱりオートだと安定とは言いづらいですね。まあ一応枯れなくはないぐらいの感じでしょうか。防御弾を入って追撃も出て、枯れましたね。これで死んだとしても、はい、こんな感じでもうタンク以外が食らうともう確実に死ぬので、タンクだけは、きちんと装備を揃えておきましょう。はい、というわけで、オートでも一応この編成で狩ることができました。はい、では最後に、装備紹介ですね。まずタンク役の、守護天使モンモランシーは、こんな感じになっています。先ほど言った通り、異物は、勇猛の証拠こちらですね。まあない場合とかは、代わりの異物としてはアマリリスだったり、セレスティスとか、あと回復系のやつですね。あと一番いいのが、薬瓶、薬瓶も割といいと思います。ない人は誰でも交換できるので、この、ギルドで交換できるこの有望の証拠をつけてみましょう。あとセットに関してはスピードですね。スピードセットと生命セットで固めてます。アクセサリーは、生命力のパーセントのやつをつけましょう。これで HP かなり漏れるので、ここでですね1万5000以上あれば、安定してくると思います。スピードはそんなに高くなくていいかなと思います。僕は179なんでかなり低めの方なんですけど、とりあえず靴で、40稼いでるって感じですね。なのでまあこの右側、生命スピード、これだけできれば揃えておきたいかなという感じです。あとは特に、オプション厳選とか全然しなくて、僕も全然してないので結構適当なやつを強化してつけてるので、そこまでの厳選は必要ないと、思います。続いて、指揮官ロリーナ。異物は、かなり使い勝手のいいハクチュームの道化師、これはもう安牌なんでね、これをつけておきましょう。で、ステータスはこんな感じですね。まあ、一応メイン火力になるので一番いい装備をつけてあげましょう。とはいえ僕はそんなにいい装備ではないんですが、まあこんなね生命力 20% とかついてるやつなんですけど、まあクリティカル率 80% 以上とかであればいいと思います。で生命力ね全然、ターゲットされないので生命力とか全然いらないので、とにかく攻撃力、クリティカル率、クリティカルダメージ、これを重視した装備をつけていれば、問題ないと思います。続いてアレクサ。アレクサも、道化師をつけてます。まあ一応アレクサもサブ DPS とサブ火力みたいな位置づけなので、できれば道化師をつけておくのがいいと思います。でもしないんであれば、効果命中率の兼ね合いで、55% 以下の場合は、羅針盤、呪いの羅針盤つけるのもいいと思います。まあぶっちゃけ何でもいい感じですね。まあむしろなくても十分仕事はしてくれるので、そこまで気にする必要はありません。で、装備は、僕は一応スピードと効果命中のセットにしていますが、こちらもですね別に、スピードセットじゃなくてもいいですし、効果命中だけ、55% 以上できれば、つけておくと、安定して毒入れれるので、それだけが注意事項ですね。あとは、アレクサの特性上、このスキル1クリティカルが発生した場合追加攻撃が発生するというスキルがあるので、なるべくクリティカル率は上げた方がいいです。ただ僕はですね有り合わせの、装備なのでクリティカル率 50% とかなり低い感じになってますが、まあ、これでも全然ね、狩ることできたので、まあ、これぐらいの水準でも大丈夫ですよという感じで紹介します。そして、最後タラノルのこの絵隊員、槍の方ですからねお間違いなく、一応タラノルにはこのイベントでもらえた小さな奇跡のカードをつけてました。防御力と攻撃力が上がるというところで、一応タンクの防御力アップと、あと DPS の攻撃力アップの目的でつけてます。まあこれはなんかねつけるものがなければとりあえずこれつけておけば強いですよという感じです。で装備に関してはスピードと命中のセットになります。
なるべくですね、タラノルは一番最初に動くのが好ましいので、僕は全然順番バラバラだったんですけど、スピードなるべく上げておいた方がいいです。特にですね、火力のアレクサと、ロリーナ、これより早く動けるのが一番理想的になってきます。防御ダウンがね、1ターンしか付与できないので、一番早く動ければ、防御ダウン付与して、その後に、アタッカーが攻撃できるという流れになるので、スピード調整する場合は、タラノルが一番早くなるように、調整してみてください。で、あとはまあ特にないですね。これもあり合わせの装備つけただけなので、まあ、こちらも効果命中55以上、つけていれば、防御ダウン入れやすくなるので、それだけ、しておいた方がいいと思います。であとはスキルレベルですね、プラス4まで最低でも上げておきましょう。これで 75% の確率と、上がるので、それだけ注意が必要です。はい、というわけで、ワイバーンの11段階の、クリアパーティーを紹介してきました。多分ね、みんなもっと強い英雄とか、特に今回限定のルナ使ってませんので、前回ルナ引いたぞっていう人は、もちろんルナを入れた方がもっと簡単に討伐できると思います。他にもこのキャラとか、どうしてもこの動画見てもクリアできないっていう人がいれば、コメントとかで、お知らせください。ちょっとこちらでも、試してみてクリアできそうな編成とかを考えてみたいと思います。それでは、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。